はい、皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上の単行部、ネット物販講師の黒沢です。今回は英語苦手かつアイデアゼロでも商品リサーチはできますよという実演をさせていただきたいと思います。こちら前編、米国アマゾン物販英語が苦手でも販売できるというアメブロの記事に連動した動画になりますので、ぜひまずはこちらの記事をご一読いただければと思います。記事の中に今回説明する Google Chrome の拡張機能の Google 翻訳だったり、そもそも Google Chrome をどうやってダウンロードするのかだったり、そういったリンクもすべて記載してあります。詳しくはこの動画下のコメント欄並びに動画の概要欄に貼っておきますので、ご確認いただければ幸甚です。では早速調べていきたいところなんですが、まず商品リサーチを行う際に大間違いをしてしまっている方がかなり多いです。その大間違いとは何ぞやというと、商品リサーチで最初からよく売れて利益が出てデメリットも特にないような完璧な商品のみを調べようとするということです。砂金取りと同じで、まずはいろいろな商品を集めて、砂金取りで言うと砂と一緒にガサッとすくい上げて、後からピンポイントで買い付け候補を抽出する。砂金を抽出すればいいだけで、最初から皮をずーっと覗き込んで砂金だけをつまみ上げようとしても、それは無理です。この段階で商品リサーチを間違ってしまっていますし、このやり方だと一生ピンポイントでよく売れる商品だけをすくい上げること自体はできませんので、時間だけが経ってしまいます。結果として1時間2時間商品リサーチしたけれども、1商品も見つかりませんでしたという状況になってしまいますので、まずはとにかくいろいろなカテゴリーの商材をちょこちょこ調べるということを行ってください。逆に言えばそれ以外のやり方はありません。では早速進めていきたいと思います。まずいきなり英語だらけの画面になっていますので、 Google Chrome の拡張機能 Google 翻訳を入れていただいて、右クリックすると日本語に翻訳という文字が出ています。こちらを左クリックしていただくと、トップページが日本語になりました。これで英語が苦手でも、とりあえず抵抗感なく Amazon のページを見ることができますね。そして今2配信のところがサンディエゴ92111になっていますが、通常こちらは日本になっているはずです。その場合左クリックしていただいて、こちらですね、92111と入力していただき、申し込みをクリックしていただくと、サンディエゴに送る場合の検索結果が出てきます。最後に終わりをクリックしていただくと元の画面に戻ってくるんですが、要するに日本に送れる商品だけ表示されてしまっても困るわけです。我々はアメリカに住んでいらっしゃるアメリカの方に商品を販売するわけですから、商品リサーチする際もアメリカ人が普段見ている画面と同じ画面で商品リサーチをする必要があります。改めて日本語にしてから早速調べていきたいんですが、ここでもポイントです。今回は英語が苦手だけではなくって、何から調べていいのかわからない場合どうすればいいのかの一番手っ取り早い解決策をお伝えするのも目的です。ピンポイントで例えばパーカーを探そうだとか、リュックを探そうだとか、そういったアイデアが浮かばない場合、その商品の一般名称ではなく、商品の一般名称以外で調べていけばいいんです。具体的には、色、柄、素材、形状、機能、利用するシーン、そういったキーワードで検索することにより、特定の商材ではなく、そのキーワードに関係しているいろいろなカテゴリーの商材がバッと出てくるので非常に便利です。特に色で調べる方法を私はおすすめしています。ただここにもポイントがありまして、色というと黄色だとか緑だとかスタンダードな色で調べようとする方が多いのですが、そのスタンダードな色で調べてしまうと検索結果があまりにも多くなってしまうんですね。もちろんそれでもダメじゃないんですが、少しだけ独自性のある色で調べた方がいいです。ただし独自性のある色といっても、カドミウムイエローだとかクロムイエローだとか、なんだかよくわからない色で調べてしまうと、今度は検索結果に絵の具しか出てこなくなってしまうので、調べるとしたら例えばレモンイエローのように知っているキーワードとイエローっていうのが一番いいですね。
緑だったらエメラルドグリーンだとかネオングリーンだとか、なんとなくわかる範囲のオリジナリティのある色で調べるというのがコツといえばコツです。ただ実際に検索してみて全然検索結果が出てこないっていうのであればやり直せばいいだけなので、そこはあまり難しく考えないでください。今回はレモンイエローという色の説明のページにもう英語でも書いてありましたので、こちらの英単語を右クリックしてコピーしていただき、 Amazon に戻って入力します。ここで検索していきたいところなんですが、検索ボタンをクリックしても全然反応しません。パソコンによっても異なるかもしれませんが、通常日本語に翻訳すると一部のボタンが機能しなくなってしまうんですね。よってこの場合キーボードの F5もしくは左上のページ更新マークをクリックしていただき、このタイミングだけは英語の状態で商品のキーワードを入力し、検索窓をクリックしてください。検索結果が出てきましたら、改めて欄外で右クリックして日本語に翻訳をクリックしていただければ、ここからはまた日本語で見ることができます。検索結果ご覧いただければわかるように、もちろん絵の具も出てくるんですが、服だとか何かしらのアクセサリーだとか鍋敷きだとか靴だとかいろいろな商材が出てきます。この中から何か一つ気になったものを選べばいいだけです。具体的にその商品が売れるか売れづらいのか、利益が取れるのかどうかというのは後回しにしていただいて構いません。今回はとりあえずこのレモンの柄のテーブルクロスが気になったのでクリックします。こちらのページも勝手に日本語に翻訳されるとは思いますが、翻訳されない場合はまた右クリックして日本語に翻訳を選択してください。これで1商品もリサーチ終わりです。はじめのリサーチはとにかくこのような形で1つ商品を見つけて、さらにこの商品の関連商品をあと 1、2個検索したら、できれば他のカテゴリーの別の商品という形で 2、3個ずつ調べていけば良いだけです。コンサルティングの際に私は生徒さんにまず80商品から120商品調べましょうと言うと、うえって言われてしまうんですけれども、実は蓋を開けてみるともうこれで1商品ですから大した時間かかっていませんよね。また一つ調べられたらその関連商品 1、2 商品調べたらもう3商品になります。むしろこのスタンスで進めていくというのがポイントになります。1商品見つかったら3つの情報を Excel などに記録しておきましょう。まずは商品の画像になります。こちらに関しても Googleクロームのバッジダウンロードという拡張機能を入れておくと、右クリックした時にバッジダウンロードと出てきます。あとはバッジダウンロードをクリックしていただくと、このページ上のすべての画像が抽出されますので、この商品の画像を一つ左クリックしてダウンロードしておけば、もう画像としてこのように保存されているという流れになりますので、これを Excel 上に記載していただければいいと。二つ目はこの商品のページの URL ですね。こちらも上に出ているものをそのままコピーして入力しておけば良いだけです。最後一つだけポイントなんですが、商品のタイトル、これ無理やり Google Chrome の拡張機能で日本語にしているものですから、この日本語に翻訳されてしまったタイトルではなく、 F5 もしくは左上の更新マークを押していただき、英語の原文のまま商品名を入力しておいてください。さて一つ調べたので、せっかくなんで関連商品あと2つぐらいは調べておきたいんですが、やり方とすれば大きく分けて2つあります。1つ目はすごい手っ取り早い話なんですが、このページの下にスクロールしていただくと関連商品たくさん出てきますよね。この中から他に気になったものがあれば、それを単純にクリックしていただいて、あ、これが面白いなと思ったら、こちらの商品ページも同様に商品の画像、URL、原文のタイトルをコピーして記載しておけばいいだけです。もう一つのやり方です。商品を原文のままコピーしていただき、Google 翻訳ページにそのまま貼り付けていただきます。右と左を照らし合わせながら、商品の一般名称、あとできればメインの特徴をピックアップしていきましょう。もしどの日本語がどの英単語と対応しているのかわからない場合は、左の英単語を一つ選択していただければ下に単語の翻訳が出てきます。今回の場合この
wrinkle という英単語なんですが、シワという意味ですね。話を戻すと、どこまで選択するかは人によって違うんですが、この商品のメインのキーワードは60インチの丸型のテーブルクロスということがわかります。この商品名の一部を右クリックしてコピーしていただき、検索窓に入力し、検索ボタンをクリックしてください。今回は商品の一般名称で検索したわけですから、類似品が大量に出てきます。この中から気になった商品、例えばマンダラの柄のこのテーブルクロスが美しいなと思ったら、画像 URL 英語の商品名を記録しておけば、これであっという間に3商品調べることができました。最後に1点だけ補足です。色や柄、形状や機能、利用シーンなどで検索した検索結果上で、何を選べばいいのかわからないと難しく考えすぎてしまう方が多いです。結論から申し上げますと、おっと思ったものをとりあえずなんとなしにピックアップして記録しておけば十分です。このおって何かと言いますと、まず主観的に、あ、これいいじゃん、面白い、自分は好きだ、欲しいと思った商品です。と同時に、実はうげえ、何これ、こんな商品誰が買うの、というネガティブな意味でのおな商品も記録しておくと良いです。理由は2つあって、1つ目、肯定的であろうが否定的であろうが、おっと思ったということは感情が揺さぶられた、別の言い方をすれば目についた商品だということです。視覚的に目立つ商品だということですね。2つ目、これが重要なのですが、商品を売るのは我々でも、買うのは我々以外の方たちです。よって我々の主観だけで、自分が欲しいもの、買いたいものだけを集めて売ったら売れるほど商売は甘くありません。よく駅前の個人セレクトショップみたいなところで、カンコ鳥が鳴いているところ、全然お客さんが入っているのも見たことがないようなお店あると思うんですが、あれは明らかにオーナーが自分が欲しいもの、自分が好きなものを売っているのはいいんだけど、そのお店の前を通る人たちのニーズを捉えきれていないということに起因しています。きつい言い方すると、自分が好きなものを売るのは消費者目線の販売ですから、セラーとしては二流三流です。一方、自分以外がお客様ですから、自分の好き嫌い、自分は欲しいか欲しくないかではなく、あくまでもお客様に欲しい人がいるだろうかという目線でリサーチできる方が一流のセラーです。例えばこちらのレモンのデザインのクッション、私はシンプルなデザインが好きなので自分用に買おうとは思いませんが、上位表示されているし、レビューもついているし、それなりに人気がある商品なのかなということが見て取れます。もちろん最初のリサーチはここまで深く考える必要はありませんが、おっと思ったのは確かなので、この商品を何の躊躇もなくとりあえず記録しておくという流れです。というわけで、今回は英語があまり得意でない方、かつ具体的に何の商品調べようかアイデアが浮かばない方でも、このやり方で商品リサーチのファーストステップを進むことができるという話をさせていただきました。今回の動画参考になった方、高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。